皆さんこんにちは。今日は5月7日の雲の塾通信をお送りしています。ミャンマーのクーデターの3日目ですね。ミャンマーはアジアの次の破綻国家になるかもしれない。近隣諸国だけがこの国家をいい方向に持っていくことができる。まあいずれにしても昨日お話しまして700人も殺してですね、一体どうなっていくんだっていうことでですね、このエコノミストが提案しているような動きになっています。で、まあ、いずれにしても収集していくでしょう。あとちょっと復習ですけど、レントシーキングっていう言葉がありますけど、民間企業などが政府や官僚組織への働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行うことで自らに都合のよく規制を設定したり、または都合よく規制の緩和をさせるなどして、超過利潤、レント、超過利潤を得るための活動っていうのはレントシーキング、まあ賄賂みたいなもんですよね。じゃあ早速中に入っていきますね。アメリカとイギリスは将軍とその関連した企業に対して制裁を科した。そうした手段は歓迎だが決め手にはならない。かつて軍が支配して間もない頃、西側諸国の圧力は前の軍事政権に対しての乱らの効果をもたらせなかった。将軍に影響を与えることができる外部者はミャンマーの近隣諸国だけだ。それは中国、インド、ASEAN で、西側諸国がダメなら彼らに頼ることになるからだ。問題はこうした諸国が距離を置いているのことだ。避難民やコロナに関連したことを除いて、彼らはこの大混乱を国内の政治問題として見ている傾向にある。誰もが関連している課題だ。ということですね。ですから、国内問題じゃないと。そうした考え方は近視眼的だ。ミャンマーを大混乱のままにしておくことは、一般のビルマ人を悲惨な状態にしておくばかりではなく、近隣諸国に対して麻薬、避難民、不安定な状態をもたらす。そうしたことを回避するために、近隣諸国は勇気を持って建設的なアプローチをするべきだ。どの国もクーデターを認めるべきではない。将軍や彼らにビジネスへの制裁をして、ASEAN はミャンマーのASEAN の会員資格を停止するべきだ。武器の禁輸を実施するべきだ。中国、インド、ロシアが輸出している。外国はこの軍に政治犯の釈放を要求するべきで、アウン・サン・スー・キーは彼らが倒した指導者だが、タイ国境にある彼女の影の政府と話をし、彼女の影の政府があるんですね、クッタ国境に。またタイ政府は金銭や物品の非公式な流通には目をつぶるべきだ。要するにこれ非公式な流通に目をつぶるってことは、要するに物が入ってこないから、ミャンマーの中に物資を入れ込まないと国民が困るから、その密輸貿易が盛んに行われているんでしょうね。これは軍もやってるのかもしれませんけど、詳しいことは分かりませんけど。それであと、タイ国境にある彼女の影の政府ってことを言ってるんですけども、これも多分そのまあ、政府が今回キーパーソンみんな逮捕されちゃったんですけども、そういうふうな組織があるんでしょうね。まあそういうことですね。協調して圧力をかければ将軍たちは文民の官僚たちをかあのか官僚たちと話をすることができる。ミャンマーを破綻から守ることができる。そうしなければこのアジアの中心において彼らは失敗国家になってしまうということですね。まあ、実際にやっぱりまあ、ASEAN が開いてその、軍の最高責任者も出たみたいですけど、結局キーは中国でしょうね。彼らはどういうふうにそれを考えて出ていくのかということが今回の落としどころに決まっていくんじゃないですかね。結論としてはやっぱり軍政権ができると思いますけど。